は任せて、あとは任せなさい。戦闘開始。こんなもんかも。ナイスです。戦闘開始。はっ。戦回復する。分かったぜ。こんなもんかな。こんなもんですかね。あとは任せ。ナイス。回復するよ。ナイス。こんなもんね。ナイス。戦闘開始だよ。のっけからこんなモンスターに出くわすなんてね。最初は町の周辺でレベル上げをするのが基本なのに、ずんずん突き進むからですよ。いっぱいでレベル上げなんてできたもんじゃないんだもの。それはそうですけど、どうしますか。大丈夫、倒せない相手じゃないよ。おお、頼もしい。それじゃ、いっちょやっちゃいますか。ああ、行こう。
見事な連携でカバーあってね。お疲れ様。みんなハードな初陣になっちゃったな。本当に大変でした。いきなり全滅っていう可能性もありましたよ。でもリズの言う通り、気の知れた私たちだから、この新しいゲームでもうまく立ち回れたんだと思うよ。そりゃ長い付き合いだもの。みんなと SAO で出会ってからね。でも本当にこのゲームは SAO にそっくりだね。周りの景色とか。 SAO か。でもここは SAO じゃない。今日からベータテストが始まった新作ゲーム、ソードアートオリジンだ。 SAO では空に浮かぶ巨大なフィールドがゲームの舞台でしたけど、このゲームは違いますもんね。ああ、どこまでも広がる大地、アイングラウンドが今回俺たちの冒険する舞台だ。この世界でどんなことが待ち受けているのか、みんなで楽しんでいこうぜ。早く遊び尽くしたくてうずうずしている感じだね。まったく、根っからのゲーマーなんだから。そういえば、この後街で他の皆さんと待ち合わせしているんですよね。時間なんじゃないですか？おっと、確かにそうだな。それじゃあ一旦街に戻ろうか。よし、帰るまでにあと何体かモンスターを買っておきましょうか。リズさんもすごいゲーマーじゃないですか。まあまあ、さあ行くわよ。ここに戻ってくるまでに寄り道したい場所がいくつかあったけど、我慢したからな。うん、偉い偉い。甘いわよ。待ち合わせの場所に行くまでにまだ魅力的な場所がいっぱいあるんだから。確かに、いろんなショップを覗いてみたくなるかも。でしょ、ちゃんと我慢しなさいよ。これだけ大きな町ですと、はぐれちゃったら大変ですよね。町並みに目を奪われて皆さんを見失わないようにしないと。それでは待ち合わせの場所に向かいましょうか。ああ、行こう。
来た来た。ヤッホーみんな。悪い二人とも、ちょっと待たせちゃったか。大丈夫だ、俺とリーファッチも今来たところだからよ。それよりそっちは早速フィールドで遊んできたのか。ああ、お先にバトルを味わってきたよ。俺様も早くバトりたいぜ。そのためにダッシュで仕事を片付けてきたんだからな。私も早くゲームを始めるためにご飯の支度、簡単なもので済ませてきちゃった。というわけで今日のお夕飯はあまり期待しないでね。へいへい。くー、リーファッチの手料理を食べられるなんてこの幸せ者。いや、妹だから。そんでもってゲームの中では恋人のアスナさんの料理を食うんだろ。なんでお前ばっかいい思いすんだよ。あのな、禁止。でもよく考えると始めたばかりのゲームだから料理スキルも当然初期状態なんだよね。大丈夫、作るのに失敗した料理だってこいつは愛の力で完食すっから。じゃあ料理スキルを頑張ってあげるから食べるのを手伝ってくれる？ああ、もちろん。誰かのために思いを込めて料理した方がきっとスキルが上がるのも早くなると思うしね。アスナ。急に二人の世界へ行かないでもらえますか。このカップルは。あんなの。お、いたいた。よう、みんな。ここでも賑やかにやってるみてえだな。おお、エギル。今日は来られないんじゃなかったのか。嫁さんが気を使ってくれてな、先に仕事を上がってきたんだ。ダイシーカフェのお仕事ですよね。ああ、でも早引けする代わりにお前たちにしっかり店の宣伝をしてこいってさ。じゃあ近いうちケーキを食べに行きます。ご来店お待ちしてるぜ。エギルが来れたのは意外だったけど、今日ログインできるのはこれで全員か。うん、そうだね。それじゃみんな集まったところで早速フィールドに出ようか。よし、ガンガンモンスターを倒しまくってやんぞ。私も遅れを取らないように頑張りますよ。 SAO の時は助けてもらってばかりでしたから。私は町のショップを見て回りたいかも。早速装備の見直しか。そうじゃなくて、この町って SAO の始まりの町のまんまでしょ。なんていうか当時のことをいろいろ思い出しちゃって。鍛冶屋になるために走り回ったこととかまるで昨日のようだわ。初めて自分のお店を持って
胸を張って進められる武器を作り上げて、その武器をどっかの誰かにへし折られて。ほんと SAO ではリズベット武具店のお世話になったな。ごまかしたわね。さあ立ち話もいいけど、ゲームなんだからやっぱ遊ばなくちゃな。街を回るもよし、フィールドで戦闘するもよし、オリジンの世界を隅々まで楽しもう。芝生の上で寝転んだら気持ちよさそうだな。君ってどこでも寝ているイメージがあるよね。なんかそれってひどくないか。けど君のそんな姿を見るのって好きなんだ。時々ここで一緒に日向ぼっこしながら休もっか。なあ、けどアスナって寝たら起きないからな。それって SAO の時のこと言ってる？普段はあんな風に寝続けたりしないんだからね。わかってるって冗談だよ。さあ散歩の続きをしようぜ。するにしても町やフィールドに突っ立って話をするからな。まあそれが MMO らしさだっていう気もするけど。もうそういうことじゃないよ。
できるなってこと。ああ、確かにそうかな。顔が赤いですぞ。そういうアスラだって赤くなってるぞ。え、嘘。とにかくどんなデートスポットがあるか見て回ろう。おい待てってば。やっぱりショッピングエリアだけあってここは賑やかだね。武器屋に防具屋、プレイヤーだったら一度は世話になる店があるからな。適当に歩いてどんな店が並んでいるか見てみよう。やっぱ RPG といえば武器が大事だよな。まずはお使い系クエストで資金を貯めて武器を数ランク上げてから戦いに出るってプレイヤーもいる。俺も SAO の時はまず強い武器を手に入れることから始めたからな。じゃあお店を覗いてみましょうか。ああ、いらっしゃい。武器を見せてもらいますね。どうぞご覧になってください。再建は。お客さん、それならこちらにございますよ。他にも何かあればお申し付けください。はい、ありがとうございます。どれどれ。あ、見たことのあるラインマップも並んでるよ。やっぱ SAO のデータを移植しているからだろうね。どうしたの。いや、店員の子が気になって。気になる。ちょっと、それってどういう意味。違う違う、そういうことじゃなくて、なんていうかアスナとのやりとりが自然だったと思ってさ。 NPC ってあまり会話のパターンが豊富じゃないだろ。言われてみれば特に意識せず普通に話をしてたかも。NPC が SAO の時より進化しているってことなのかな。そうかもしれないな。さあ、それよりも他のお店もいろいろ見て回ろう。
場所に来ると複雑な気持ちになるんだ。ログインして最初に降り立つ場所、そしてデスゲームを宣告された場所。でもそこから先へ踏み出したことでみんなと出会うこともできた。先へ踏み出すか。うん、そうだね。オリジンではどんな楽しいことが起きるか体感していこうぜ。これはこれは商売のネタになりそうなご一行様を発見だ。よう、街の中を観光か。お、アルゴ。アルゴさん、来てくれたんですね。結局このゲームをやるかどうか答えを聞けないままだったからな。いろんな MMO に手を広げすぎると情報収集の質が落ちるから悩んでいたんだけどな。けどどうしてもお姉さんと一緒にいたいって誘ってくるから仕方なくな。しれっと適当なこと言うなって。とはいえ来てくれて嬉しいよ。情報やアルゴがいるといないとじゃゲームの難易度が大きく変わってくるからな。うんうん、このゲームでもよろしくお願いします。なんかすごい歓迎ムードだな。照れるじゃないか。それはさておき、何をしているところだ。街のいろんなところを見つつそろそろフィールドに出ようかなってところだよ。それなら俺っちがクエストの情報を教えてやるからやってみたらどうだ。もうクエストの情報を集めているんですか。ゲーム開始から数時間が経過しているんだから驚くようなことじゃないよ。数時間しか経過していないですよ。相変わらずの収集スピードですね。この商売に速さは欠かせない要素だからな。今回は回転サービスとして情報量はタダにしておくよ。そういうことならお言葉に甘えないとな。じゃあ早速クエストをやってみようか。うん、ありがとうアルゴさん。これくらいどうってことないって。情報提供はいつでも受け付けているから何か面白いことがあったら教えてくれよな。任せてください。Thank you.
ー